プレーナンバー2-28、岡山大学ファーストアンテン、ボールオン自陣35ヤード。QB サーク、クォーターバック7番、プレーアクションからパスを投じようとしましたが、これは、高知大学が QB サーク。ここで、前半の時間がなくなりました。前半終了しまして、岡山大学バジャーズ2点、高知大学マリンコーズ0点、岡山大学2点リードで後半戦に移ります。